切り込み隊長としてそう好きでやってますからね、えーと。クリエイターの鈴木優ですすよろししくお願いします学生の時にあの建築のシミュレーションを 3D でやってたんですね研究室で。で昔のもんですからあのすごくマシン性能が低くてやりたいことが全然できない。それであのセガに入った時にその技術もちょっと進化してるし。 もちろん 3D ではないんですけどもあの処理能力の高いハードとかがあったのでそれで 3D のシミュレーションしたりしながらちょっとこう学生時代にちょっとこうやり遂げられなかった続きをやってたっていうのがちょっとありますね。あとはあのセガに83年にに年入った時時その時の上司 って言いますか配属されたところの上司があの、まあ、よく声をかけてくれるんですねあの僕に。それで、まあ、そのうちやっぱり上司の喜ぶ顔が見たいっていうのが、まあ、素直なところそういうところがあってそれでその、まあ、ヒットすれば笑顔が見れるとでそういう思いもありました。まあ、具体的に言うと 3D の建築でもその 大昔ですからあの線しか出ないとか面を表示するのが非常に難しいとかっていう時代だったのであのそれがあの計算の遅さもあったんですがあの時代の進化とと,ともに CPU の能力も上がってそれでちょっとその面ができるようになったりで陰面処理っていうかその面の前後の判定ができるようになったりして。 形ににななっってて見えるようになってきたんですね今は 3D がもうすごい普通になってどんなものでも表現こうその未知のクリーチャーとかエリアみたいなものまでできるんですけど昔はその柔らかいものとか丸いものっていうとかテクスチャーが貼られているものというのができなかったんで。あの まあ、プリミティブな三角とか四角とかしかできなかったのでそれをやっぱり夢は柔らかいものの表現をするとか丸いものを表現するとかまあ,あの冗談で言ってたのは「海牛」が最終目標だって言ってましたけ海牛」を CG で作るっていうその現実の中に普通にゲームするより自分にとって面白いこと楽しいことがたくさんあって。で逆にその 現実にある面白さをゲームの中で表現してで例えばモトクロスバイク車の面白さスピード感臨場感っていうのをゲームで表現してみんなに届けようと思ったりまあそういう発想であのセガ時代はずっとやってましたまあビリヤードができれば一番いいんですけど結構名前なマイナースポーツなので。 なんかこうやっぱりこうに人気が低いっていうか題材としてはちょっとゲームにならないかなと思ったりしてますね。例えばシェムみたいなゲームだとそのオープンワールドって言ってその世界の中に割と何でも入れることができるのでその中で自分の好みのものとかっていうのはそのどうしても入ってきますね。やっぱりこうタンス開けたりとかすごくこう。 そこまでタンスを開けるのが好きなわけでもないですけどちょっとした現実にあるちょっとした面白いことってありますよねなんかこう笑っちゃいけないところで笑っちゃうとかなんか怒られてんのにおならが出ちゃうとかもう本当に子供らしいっていうかなんか。 ちっちゃな子がやりそうなことでクスッと笑えることとかってあると思うんでそういう現実のちょっとしたものが入ればいいですねあもちろんあのファンタジーとか SF みたいなものも昔から好きなのでそっちの方にも興味はありますまあ、5種類とか 方法論五種類浮かんだとしたら、五種類とも全部やって。で、一番いいやつを選んで残していくっていう力づくですね。あの、今はちょっと難しいですね。この歳になると、ちょっと難しい。若い時はまだ。がむしゃらに突き進んでやってたんですけども。メカニズムとか考えたこともないし、思いつかない。ですね。まあ、話簡単にすると。その選択肢が二つあった時に。 どっちも不確定要素が多いって悩んじゃうじゃないですかでそこが一番その時間が有限なので悩んじゃってる時間がもうすでにちょっと無駄じゃないかとまあ何も考えないで動いたらアホ,アホだけど <laughs> その一応その適正時間考えた後に結論が出なければどっちかにもう進んじゃうんですね。 だから悩んだ時の決め方は早いですよあの例えば悩んだら右と左で悩んだら悩んだら右って決めてますからで右に行って行き止まりだったらそこに戻って進んだ方が悩んでる時間が遅くなる生産効率が下がる僕は業務用のゲームをアーケードのゲームをやってたのでアベレージゲームタイム 三分ぐらいでこう遊ばせないとあんまり長く時間をその百円玉でプレイされるとゲームセンターのインカムが上がらないのであの三分ぐらいでこう終了平均時間三分ぐらいで終了するようなゲームデザイン業務用のゲームを出し続けてたんですただコンシューマーに行かなかったのはあの表現力が低かったから。 ただあのコンシューマーの方でうらやましいと思ってたのはじ時間無制限で一つのイメージとかメッセージを伝えることができるっていうのは良かった伝えるだけのクオリティがなかったからただその時期になってくるとクオリティ上がってきてたっぷり時間を使って自分の伝えたいメッセージとかを伝えることができるようになっただからあの RPG みたいなもの 時間をかけてプレイヤーにいろんなことを伝えるっていうのができるようになってきたでシェムっていうところにつながっていくんです。ウィザーードリととかかルルティマとかをアップののの初期のものですねでそれ見た時にひしひしとあの僕はちょっと分かるのはクリエーターがやりたいことってこうなんだろうな。だけど マシン性能がこれでやっぱりこれしかできない最初はテキストしかできなかったものが線で表現できるようになって線がその、まあ、色数がちょっと増えて64色になってそれで面ができるようになってでもきっとクリエーターの頭の中にあるのはこう思い描いた世界きっとこれやり,たいやりたいんだろうな。 っていうのをそれ見てて自分も同じクリエイターとしてすごく感じるんですよ。で、それの続きを俺がやるっていう感じですよね。あのもう題材はゲーム余計じゃないですけども、そのどこかで映画みたいなことを思い描いてたんだろうし、ある意味そのそういったゲームがそのルーツになったかどうかわからない。 ドラゴンクエストみたいなアプローチのゲームが出てきて僕はその彼らのやってきたことの,の RPG の先にあるものが自分の中でオープンワールドみたいな感覚だったのであの僕なんかはあのミステリーハウスやってる連中の後を継いだのは俺だぐらいの感じでちょっと思って。 喋ってたこともありますねあの僕がこう実際に手を動かして僕はプログラマーなので、まあ、今ディレクターとかプロデューサーもやってますけど若い時はプログラマーだったのでプログラマーである限りなるべくそのプログラムでで解決したたいなと思ってたんですよだから絵なんかもまあちょっと勉強したこともあって。 少しは書くんですけど自分で絵を描くよりは自分の思考をまあ簡単に言うと簡単な AI みたいなもの自分の思考を AI に覚えさせてその AI に絵を描かせるっていうことをやってで俺の代わりに俺の不完全な作ったその 自分の AI の不適な AI が不適だからこそ予想外の絵を描いてくれるほっといても CPU の能力は上がってくるしメモリーも SSD みたいなもうハードディスクの時代でもないかなっていうぐらい速いデバイスがどん,どん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 世の中に出てきてでそのスーパーコンピューターみたいなのもたくさん能力どんどん上がってきてるので、うん、あの まあそこはほっっととけば上がってくるとただその能力が例えば10倍になっても20倍になっても実際のゲームのプレイヤーがあまり実感できないだろうなと処理スピードが10倍になりました見た目何に変わるんですかと木の葉っぱが10倍になってもねそんなに感動しないですよ昔だったらもう大違いだしですけど今はあの。うん いろんなもののがきれいに表現できるのでるだから多分ユーザーがこう実感できるとこう感じることができるっていうのはそのアウトプットですね多分出力装置が変わる時ヘッドマウントディスプレイでちょっとこう新しい世界が広がったような感じ網膜投影でどうなるのとか。 AI みた,い AR みたいなものが網膜投影して普通に歩きながらバッテリーも進化してそのまあいわゆるアウトプットのデバイスフォログラムも含めてそういうのが実用化されてくると全く新しいゲームになったってみんなが思うしもう一つは入力の方ですねあのセンサーですね。アルファでも何でもも 検出がで,できてくると僕も時々思うのはこう操作がめんどくさいんですよねあのいろんなことを覚えなくちゃいけないし右にこのキャラ右に行きゃいいのにと思っただけで行ってくんないかなっつって思う,思うんですあのゲームやってると。だからそのな何でもかんでも言うこと聞いてくれなくてもいいけどある程度 今の技術でできることがあると思うのでセンサー技術が上がることによってままたゲームが新しいいい世界に行くんじゃないかなかと思います初期のものっていうのはスイッチいっぱいありますからあのビデオレコーダーでもそうですしそのいろんなオーディオ機器もそうだステレオなんかももうそう。でどん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 進化していくとだんだんスイッチが少なくなって使い勝手も良くなっていく。 でゲームなんかもその今、まあ、バーチャファイダーなんかもあのそれまでは6ボタンだったやつを3つにしたしだからそのだんだんシンプルになるっていうことは少ない入力で内部処理がインテリジェントになって利口になっていくっていうことなのでそのそ入力がシンプルになってしかもやりたいことがストレートにできるようになってくるっていうことが 今後も起きていくだろうとは思ってます、ねまあゲームもここまで進化してこの,この上何やるのってみな皆さん言うけどや,やっぱりどん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 いきますよまだまだその。使命感を持ってそのそのクリエーティブを続けるってい時にその自分の好きなことであればこう重なってればいいんですけど そのなんかこうやっぱり人を動かしていく時人に感動を与える力を与えるっていうのはやっぱりこう好きなことであればいつまでも続くので「あの好,き好きこそものの」っていう言葉はあるけどもあの好きで好きでとことんやり続けてそれが人を動かす力になるんだと。 思うのでまず好きなことをどん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 突き進んでいってほしいなってクリエイターの人には思いますそうですね使命感でやるとなんかちょっとなんか違う感じになっちゃうかな自分の人生とか自分の価値観って自分一人だと思うのでそこに対して素直にアプローチすると少なくとも人と違うものはできると思う それが力が力番出しやすくてマーケットに乗っちゃうとポンと行っちゃうかもしれない、まあ、棚上げすぐる先送りするという悪い言葉あるけど <laughs> まあいい意味でねなんかその,その時に判断つかないことってあるので昔僕下の例えば軍事用の技術をゲームに転用するアイデアがあったりその本当にあの ヘリ,ヘリのアパッチについてる加速度センサーをゲーム機に入れてまあ今重力センサーみたいなものがパッドに入る時代になりましたけどそういうことがちょっと可能だなってそういったことの類いで GPS の企画をそのもう15年か20年前に立ててそうゲーム端末に GPS が入ってた時に。 その,の GP 仲間同士でいろいろ組んでオリリエンテイリンテグみたいなもんですねそういう企画を立てたことあってで GPS があの実用化しないこと一般に降りてこないことにはできない企画だななんてそんな企画はその今はできない企画っていうふうにその企画案の引き出しに、まあ、そんないな。 ただ技術が進化してその時が来ればその現実になるできる企画っていうのも何個かあると思います。簡潔に伝えないと仕事なんでそのずれビット落がずれが多くなってきちゃうんでね100%伝わるってことはないんですよ相手が人,人なんで。 9割伝わる人なんてまあ相当優秀な方で言ったことが8割伝わったとして4人で伝言ゲームやると8波646波483人か4人でも情報5割まで減っちゃうみたいな話も含めて微妙,微妙になればなるほどなんか伝わりにくくなって。 キャラクターの顔のデザインとかになってくるとほんの数ミリ数ミリじゃない12ミリいじるだけで表情違ってくるんでがあとはあるもの口だけでは通じないんであるもので伝えないとみんなきょとんとしてたりするけど何かを言わないと通じないじゃないですか。ちちょっとキューピーピゃんみたいな っって言ったらキュービちゃんししかか思いい浮かばないだろうし新しいキャラクターの顔の輪郭どうしますみたいな話にもなってて「ビビアン・スーの17歳の頃にの顔がいいんだよ」っつって言ってもみんな「えっ?」ってみんな <laughs>「何ですかそれは」っちょっとたまが立てここにネガティブライン若干入るでちょっと神秘的な感じあって魅力もある。 みたいなと、まあ、とかして伝えようとどうしても伝わらない時にシェームの時なんかは彫刻で自分で削ったりモデルでこう粘土削ったり石膏像図を作ったりしてであと最終的にはスキャンでザーッと取れば取れるから1ミリ削っただけで表情変わっちゃうんでね シェムの時のシェムワ1の時はあのとにかくいいものを作んなくちゃいけないっていう使命もあったし責任もあったのでちょっとそういう手間かけてもやってましたけどね主要キャラについては何体かクレーモデルを作ってやってまあ街歩いてる人は別にこ,うこの人じゃなくちゃいけないってことは別にないんで通行人に関しては。 渋谷歩いてる人でシェムの世界に合いそうな顔の人と捕まえてきてそのワンボックスカーにスキャナー突っ込んで,でこれはゲームに使っていいっていうサインを2万円ぐらいの車輪ではしてもらって片っ端からスキャンしまくるっていう計画立てたけどそれが一番安いと。 だけどちょっと髪の毛が黒いからセンサー反応しないから白いスプレーしてじゃあ髪洗うセットまでマイクロバスみたいなものに用意するのも大変だなっつってやめたりしてました。だから理想を追いかけなくちゃいけないところとどうでもいいところっていうのは割り切っていかないと。 通行人なんて横須賀らしい人がいればそれでいいですよね。ここ渋谷の交差点を見ながらあの人って <laughs> あの人ちょって話つけてきて,って,ってうんあの人とかでスタッフが走って行って講 <laughs> 師始まるとみたいな計画まではもう面白おかしく立ててました。 そうですねあの完全にジョークも含めてそれは開発を楽しくするために大事じゃないですかバカ言うのもバカ言ってるうちにいいアイデア出たりもしますからね実際閉塞して誰も喋らなくなるミーティングもまあ、時にはありますよ酒飲んだ方が効率上がるミーティングも酒飲まないと全然効率上がらないミーティング シェムワンの時は、映画の方とか、そのシナリオライターの人とか、違う畑の人と一緒に仕事したので、全然話が通じないんですよ。だから、一回仲良くならなきゃいけないということで、週に一回ずつ泊まりのミーティングやってたんですよ。逗子マリーナに泊まって、週に一回ずつやって。 で9時からはお酒,出すんですよで酒飲むとしゃべちょっと実はこんなこともあったんだとかっていうで打ち解けて飲んだ方が調子出る人については飲んでよろしいっていう <laughs> 飲んで寝る人はダメですっつって飲んだらすぐ寝ちゃう人は仕事になんないから飲んで調子出る人は許可っていう感じ。